続いて、じゃあその緑のお兄さん。はい、一番前のね、お兄さんお願いします。はい、つば九郎さんが先日契約更改をして、金額決まりましたが、ドアラさんと、まあ、石黒さんもいいです、希望金額があればお伺いしたいんですけど、年俸の、年俸じゃないから、もし年俸で年俸がもしあるならば希望金額を、それを要求される、1本でいいですか、何億円になりますか。多ければ多いほどいい。これ球団大丈夫でしょうか。大丈夫じゃないです切られちゃいますね、早速。はい、残念ながら石黒さんの年俸の希望金額。僕ですか。はい希望金額、もう細々とあの、ね、会社に頑張っていきたいと思います結局です普通にサラリーマンですから、はい、ドアラさんもあの実際ね、年俸ではない、はいはい、出来高、ね、出来高活躍したいですからね、はい、はい。じゃあ最後の質問、あれもう最後なんだ、はい、行きたいと思います。じゃあ最後っぽい質問の人、最後っぽい質問できる人あ、なんか自信ありそうなお兄さん聞いてみましょう。お兄さん、じゃあ、しかし本当に子供少ないですねいつも思いますけど本当ですねすいません、ドアラ先生が今年特に注目している選手を教えてください。あ、ドラゴンズのイベントっぽくなりました。ありがとうございますそうですね、はい、全くそんな話してませんでしたね、ごめんなさい、すみません。そうですよ、今年期待している選手ネルソン、ネルソン、まあ、あの、こういうのなんですけど、ドアラはずっとネルソンと言い続けてます、ネルソン、ね、そうですよね。でもほら、去年結構活躍しましたよね、日本シリーズも、はい、もうね、大活躍です。もうちょっとね、あの、びっくりしましたけどね、起きながら帰ってくるやつはでも本当にドアラ見る目あるんじゃないですか、ね、っていうことは。今年もじゃあネルソンだと。ネルソン結構嬉しそうだよね、ドアラ見てね好きですね、意外とね、結構好き、はい、あと監督も結構ドアラ好き。監督はでも本当にマスコットが好きですね。すごい優しいんですよ、はい、優しいみたいですよ。僕らにもあの優しさが欲しいですいや、人間相手ではやっぱりちょっと厳しいですね。ですね、違うドラにも優しいですもんね。女の子はやっぱり違うんですね。ね、はい、女の子とマスコットには優しい監督、はい、でもね、今年もやっぱり一致団結して、はい、皆さんの力とマスコットとシアドラの力でガッと泳いで、そうですね、優勝したいと思います、はい、というわけで、じゃあ質問皆さんありがとうございました。じゃあね、ちょっとまだまだ楽しく過ごしたいんですけど最後にじゃあ締めということで、はい、ドアラにあの今年の抱負、目標をね、そうですよ、聞いてもらいたいと思います。じゃあちょっと撮影が後であるそうなので、ホワイトボードになるべくね、大きく分かりやすいように、はい、今年の意気込みというか、まあ、ね、そうですね、はい、何でしょう。あ、そうですよね、お正月ですから、お正月ですから宣言でもいいですよね、何か、ね、今年、はい、これするぞみたいな、何でもいいですから書いてもらいたいと思います意外と悩みましたね。そうですね、あの本当にね、あのイベントよく来てくださってる皆さんもね、はい、いつも見てると思うんですけど、もう本当にね、ノープランなんですよ、こういうあのイベントでの質問とか本当申し訳ないんですけど、今日も石黒さんと朝会って、今日何話しましょうかって言って、ね、何も決まってなくて、すいません、本当に、あ、できました、怪我、病気しないようになりたいそれ初詣に行ってこうお願いしますね、これ。でもやっぱり去年何かあったんですか、ドアラ、大丈夫ですか。そうですね、でもちょっと足痛いとかありますね。足痛いとかね、確かにありますけど、はい、やっぱ体が資本ですから。そうですね、あのバク転タイムは今年もやります。やりますし、ね、去年ちょっと失敗多かったん で、 そうですね、今年ね、あの前回成績とか下に乗せられないかなと思ったら、走っていくまでの間に、あの、そういうの前日あのドアラ成功して勝ちとか、そういうふうに並べるとか、あの成功こう確率とか出してどんどんプレッシャーを与えようきついですね、はい、もうアスリートチックにどんどん攻めようと思っております。頑張ってもらいたいと思います、はい、じゃあドアラには
きたいんですけど、じゃあ、はい、今日は石黒さんのトークショーということなので、はい、石黒さんにも最後今年の僕の抱負ですか、締めてもらいたいと思います。僕ね、言い続けてるけどね、できないことが一つあるんですよ。今日だからお正月だからここにいようと思って、減量します。おー、おー、いいね。最近ね、年もね、40過ぎましてですね、本当お腹のポッコリが本当に気になりますけど。ダイエット、じゃあそうですね、来年ここありますかね、来年もお願いします、ね、あるんじゃないですか、きっと来年までに10キロやります。10キロ、やってます。もう10キロ痩せたら、じゃあだいぶ見た目も、そうですね、はい、僕ね、あの石黒さんみたいなね、あるやり方して20キロ痩せたことあるんですけど、はい、20キロそれちょっと言えないんですけど、ね、悪い薬やったことないですよちょっと体に悪いんで、じゃあ今年は健康的に10キロ、ね、10キロ痩せたいと思います。ということで皆さん宣言しましたので、はい、痩せます、チェック、痩せます、痩せます。こんだけ要はやるかなと自分に言ってるんですよね、はい、何か、はい、あのジャージが出てきて、腹出てかっこいいなみたいなあるじゃないですか、あのヒーローインタビュー連れてって自分で見て反省するんですよ、あの映像を見て。じゃあ来年のトークショーをやる頃にはスリムな、はい、そうですね、石黒さんが皆さんの前に登場しましたので、はい、頑張りたいと思います。楽しみにお待ちください、はい、皆さんも何か目標を作って頑張りましょうね。はい、頑張りましょう、はい、ということでありがとうございます。何を食べんだよ、一緒にお写真写っていただけるんですか。ちょっとどうなんですか。 OK、はい、じゃあ、 あの今からちょっと今日記念撮影あるということで、今日、ね、来ていただいております中立スポーツのカメラマンさんで、中立スポーツの方でちょっとねお写真撮影がありますので、皆さん一緒に入りましょうって、ちょっと下に下ろしてほしいんですけど、はい、スタッフさんお願いします。今から写真撮ります。あのどうしても写真写ると困るっていう人いますか。大丈夫ですか。会社休んできてるとか、はい、仕事を嘘ついて、まあ、なんか奥さんに嘘ついてきてる人とか、皆さん大丈夫ですか。はい、じゃあ、ね、そういう人がいないんであれば、神奈川から来てる人とか、うるさいよ、はい、うるさいよ、中日スポーツ、ぜひあの買ってから故郷に帰ってほしいですね。中日スポーツね。じゃあのお客さんの前の方にここにお願いします。で、川原さんも下に降りていただいて、はい、ステージの上から撮影しますからね。今日しかし餅つきもあるんですよね。あります、あります。2時から、うん、石黒さん参加しないですか？餅つき。こねましょうよ。こねていきましょうよ、こう。どうでしょう、もしよかったらあのみんな前の方集まってきてもらえますか。もっと青いシートのところ、せっかくですからね、なかなか新聞映れないですよ。ギュッと、あの悪いことするのどうですかね。後ろの方の方もぜひ一緒にお写真写りたいよっていう方は、お正月のあの青いシートの上に乗っていただいても大丈夫なんで、で皆さんが1枚ずつ買っていただくとだいぶ売れます、ね、売り上げもアップです ね、だいぶ売れますよ、吉野さん。これボードこの辺りで大丈夫ですか。大丈夫です、はい。じゃあ、ドアラさんも降りてもらって、このボードの横とかに。どうしますか？え、あ、じゃあ、先生ちょっとウサギの絵ここに書いてみます。あ、いいですね、ウサギの絵を見て。2011とでも書いてもらって。青さんに書いてもらって。はい、上がってくれば、はい。ドアラさん、何10個食べるの。え、10個食べるって書いてあるの。ウサギの絵描いてますから、お待ちくださいね。すごい絵だけど、ちょっと後で消さないようにするから、皆さん後で見てくださいね。ウサギ、え、どう、え、あの、もう一回それも残しておいてもいいですよ、せっかく。あ、消しちゃった、消しちゃった。降りてきてますか。残念でした。すごいのですよ。ね、何しましょうね。また沖縄のツアーありますから。あ、沖縄のツアー、はい、私も行きますよ。行きますよね、連れてってくれますよね。今ね、勝手に立候補しちゃったけど。そうですね、ぜひ行ける。ね、毎年行ってますからね、はい、皆さん一緒に行きましょうね、沖縄の。多分ね、韓国もあるじゃないかと思うんですよ。どっかありますか。私あの実は石黒さんが高瀬さんと2人で個人的にあの沖縄優勝旅行行ったじゃないですか、はいはい、私1人で1人優勝韓国旅行行ってたんです。1人で行ってた。ウミオネさん知らないし韓国行ったし。そうなんです、シーズン終わってドラゴンズ優勝したなっていう、こうおめでとうっていう気持ちを込めて1人で韓国旅行行ってました。まあまあまあってどういうことですか。何が起きてるんですか、そこに。
手羽先みたいじゃないそれ手羽先なんかドアラがよく描く手羽先の絵に似てるんだ降りてきてます ね何かが、はい、じゃあ、はい、じゃあ先生 こちらにはい、じゃあ中太郎さん横に先生こっちこっち皆様の盛り上がってる感じ あすいませんなんかグッズとかあったら見せてもらって、はい、そうですねやった、隠れるっぺ石黒さん、大きいから隠れるここでいいですか隠れない隠れないこれ、これでもやる18、こうやるとやべ、とどめなかったなかなかちょっと難しいんです皆さん、映りますか大丈夫かなこれは大丈夫意外と映りますからねはいあ、かき声やりましたやりました、いいですねじゃあ、今年もやりましょうね3、2、1、やりましたですけどじゃあ皆さんで、かき声やりましたお願いしますそれじゃあいきますよ3、2、1やりましたさあ、明日の中日スポーツを楽しみにしてください。はい、楽しみに皆さんぜひ買ってくださいね。すみません、ただあの新聞だもんですから、いろんなモードがあって乗らない場合もありますから。大丈夫、必ず乗るという。いろいろありますから、これね、新聞ですから、ニュースがいろいろ申し訳ございません。はい、それじゃあ、ホワイトボードはちょっと戻しましょうかね。さあ、何が出るよ。いや、もうないですよ。もうないの。はい、というわけで、楽しいトークショーになりましたうわうわどうですかこの手羽先大丈夫ですかウサギ見えますさすがです先生ね満月ポンこれカレンダーに入れてもらおうはい満月ポンの絵じゃないのじゃあそちらに置いていただきカレンダーにウサギ入れますか、はい、写真でね撮ってぜひ表紙にしてもらいたいと思います、はい、では、はい、ということで石黒さんには楽しいお話たくさん聞かせていただきましたが、はいはい、ありがとうございました残念ながらこれでお別れとなります今年もよろしくお願いしますありがとうございました何か最後にご挨拶ありますかそうですねなんせ連覇ってしてないですからねなんとか今年連覇してね、やっぱり優勝はいいものですのでみんなで優勝をねいい時間を過ごしたいと思いますのでまた今年も名古屋ドームの方に足を運んでいただいてドラゴンズ応援お願いいたしますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますということで皆さんありがとうございました石黒さんは拍手をお願いしますさあというわけでドアラもね一緒に帰っちゃうのかな帰りますいいですよお帰りいただいてももう大丈夫ですけどもちょっとね、寂しいかなと思って最後まで一緒にいようかなと思ったんだけど帰りたかったみたいですねじゃあ皆さん楽しかったですかちょっと私もね、トークショーとか見ないでなんかあんまり皆さん楽しませれなかったかなとね、思ってるんですけどまたこれから石黒さんも言ってたように今年はなんか名古屋ドームでももうちょっと皆さんに会える機会が増えるみたいなのでぜひ仲良くしてください。はい、応援よろしくお願いします。皆さん本当に今日はどうもありがとうございました。この後は午後1時から、そしてその後3時から2回ビンゴ大会もあります。ドラゴンズグッズが当たるビンゴ大会あります。あそこに書いてありますか？あ、見えないですね、今。カードの配布は15分前にステージの付近で行いますから、参加したいという方は1時の15分前なので、12時45分頃にステージの前に集まってきてください。そして餅つきは2時からです。これはね、パオロもサオロもとっても楽しみにしてますから、ぜひみんなで楽しく餅つきやりましょうね。さらに、はい、今ね、もうたくさんの人が集まってますが、パオロの絵画展も午後4時まで行っています。ぜひ皆さん、こちらの方もごゆっくりとご覧ください。ぜひね、パオロに会った時に感想なんかも言ってあげるとね、とっても喜ぶと思います。お手紙ね、書いてくれてもいいですしね、ぜひパオロにも何か感想を伝えてあげてください。スイーツや美味しい飲み物もあります。そしてお子様にはね、会場内で、なんか何でしたっけ、なんとかラリー、ご縁つかみ取り、スタンプラリー、そうそうそう、ご縁つかみ取りのラリーもやってますから、ぜひね、そちらも参加してご家族で楽しんでいてください。本日のご来場ありがとうございます。皆さん、この後も、美しいメモリ会場でごゆっくりとお過ごしください。では、お姉さんともこれで、ちょっとの間、お別れです。皆さん、ありがとうございました。